金銀世界的な金融リセットはスイス初となるのでしょうかバーゼル3の規制の枠組みにより、このままでは金と銀のロンドン市場の崩壊につながる結果、金銀の市場は荒れて、金融システムまでもが影響を受ける可能性が取り沙汰されています。このまま進みますと、事実上世界的な金融リセットとなります。このバーゼル3、 現物以外のペーパーの金銀を運用するとき、その規制は短く言いますと現在より大幅にコストがかかりますので非常に運用しにくくなってもし規則に従わないと大きな罰則が課されますおそらくバーゼル3を主導するスイスの BIS 国際決済銀行の当局はペーパーの金銀の混乱の可能性を知っていて 商品市場を意図的にいわば金融リセットを主導しているともいえるような規制となっています先に市場から銀価格105.16円1.88%の上昇金は7144円2%の上昇でした金銀比価は68.20でした米国の長期金利ドルインデックスはほぼ変わらず 原因は63.88に下落しました仮想通貨ビットコインは電気使用量が多いからという理由で売られましたが金はその2倍さらに銀行のシステムはそれ以上というギャラクシーデジタル社がビットコインのエネルギー使用について検証した資料を発表しています理由にならないことで売られたということです真実はレポの危機であって あえて短く言いますと、FRB= 米国の中央銀行がレポ市場短期の市場取引のマーケットで FRB は金融緩和による国債購入で市場から国債を買い上げドルを流す一方リバースレポですぐに戻してドルを吸い上げているとしかもその額が2017年以来最大の額と発表。 翌日ものレポ取引超短期の分ですねこの利用額は3000億ドルを超え前日の2930億ドルから570億ドル急増3510億ドルに達したと記事になっています電力だの中国の規制などと言われておりますがテーパリング金融引き締めの序章によって市場が反応している可能性があります 次にバーゼル3規制はスイスにある BIS 国際決済銀行が事務局機能を提供しているバーゼル銀行監督委員会世界の中央銀行を束ねる委員会で策定された規制の枠組みですこの規制によってロンドンの金銀市場が荒れる可能性がありましてこれはエリート中のエリートの BIS などの当局は 当然その可能性について承知しているのではないかそれが意図的であるならば2つのことを想定できます1つは銀行の汚職を規制当局が知っていてリタの心で民衆のために排除しようとしているもしくは世界の金融リセットです BIS の関係者は商業銀行は完全に切り捨て 金融システムから排除中央銀行の直接金融システム事実上の世界的な金融リセットの完成ですそのための規制もしそれが目的でしたらデリバティブ市場を計算することにも意味があるというわけですペーパーの金銀市場の周到アルスダー・マクロードさんの報告書から BIS 国際決済銀行が 銀行のバランスシートに導入する NSFR 安定調達比率が金銀その他の商品市場でのポジションに提案通りに導入されれば銀行はデリバティブの取引ポジションを取ることで多額の資金調達ペナルティを受けることになりますこの問題はロンドン金市場にとって特に重要です そのため銀行はデリバティブ流動性や関連サービスの提供から撤退する可能性がありますこれは金と銀のロンドン先渡し市場の周到につながる結果となりこれを考察してみます金の現物への代替需要は予想として増加するため宝飾品や工業用途以外の 利用可能な金の残りはどのくらいなのかまた金の現物を二重に所有することになる中央銀行による金のリースについても分析していますそうなんです中央銀行は金をリースしています結論としては BIS がある種の混沌とした金融リセットを引き起こしたいという下心がない限り 規制当局は自らの行動が市場にもたらす結果を理解していないということになります以前の動画には新しいバーゼル3規制により銀行が金塊市場取引デスクを運営し続けることが不経済になる理由を説明されていました安定調達比率の導入によってスイスを含む LBMA ロンドン貴金属市場協会そのメンバーの10校を含む 欧州本土の銀行は6月末から新しい規制に準拠しなければならずすべての英国の銀行実質的には LBMA の銀行会員全体が年末までに準拠しなければならないことになりました LBMA のメンバーのうち銀行として登録されているのは43社コメックスニューヨーク商品取引所では現在スワップのカテゴリーでロングポジションが17社 シショョートポジションが27社ありこれは主要な先物取引におけるゴールドブリオン銀行の取引デスクの数を表していますこのようにコメックスの数字はロンドンでの数字とほぼ同じですしたがって LBMA の銀行会員が未割り当て金塊のリースなどによって割り当てられていない地金の取引をの取引を停止すればポジションを取ることをやめた LBMA の集団が コメックスでの取引を継続しないと考えるのが妥当でありますここで議論しているのは金や銀ではなくそれらのデリバティブ金融派生商品についてですしかし LBMA が見割り当てであるが地金が対象でありこれはデリバティブではないと主張していることから生まれる問題がありますこの区別は英国の規制当局が 安定調達比率の規則をどのように適用するかによって変わる可能性があります規制当局のさじ加減です二割当ての地金が金地金として認められれば規制の85%の計算に属しデリバティブなら全く寄与しないからですその結果銀行の全体的な安定調達比率の計算にマイナスの要因が与えられ二割当ての 金取引は話にならなくならくります LBMA が考慮していないであろう代替案は見割り当ての金取引ビジネス全体が金地金とは関係なく実際には金デリバティブであることを認めることですこの場合規制に基づく資本調達の違約金はデリバティブ負債とデリバティブ資産の不均衡にほぼ限定されることになります 結果として金の場合には利用可能な ASF の85%の配分の裏付けを飲み込まなければならないようでありもし LBMA がペーパーの偽装を告白すればそうはならないとも言えます知らざれる動機と政治パーゼル銀行監督委員会を参加に持つ FSB 金融安定理事会 これまたスイスは BIS 国際決済銀行に事務局がある世界の主要25カ国の金融監督財務当局中央銀行も当然のこと IMF 国際通貨基金世界銀行 OECD 経済協力開発機構 IOSCO 証券監督者国際機構などほぼ全ての金融国際組織による集まり 金融のの世界の中枢機関ですこの FSB 金融安定理事会が金や銀などのデリバティブ市場を破壊しようとしている理由は理解しがたいこれはこれらの市場に規制の計算が導入された結果であります FSB 金融安定理事会を総括する BIS 国際決済銀行は俯瞰紙幣を監督する最高機関として金を愛してはいません リスクのない貨幣としてこれまでずっと通貨問題の中心にあった金をなくしたいという気持ちは神経一主義のモダニストにとって本音のところでしょうしかしもしそうなら重大な判断ミスですなぜならこの記事が明らかにしているようにペーパーの供給を取りやめるという結果は 金価格を銀やその他多くの重要な商品の価格とともに大幅に上昇させる可能性が高いからでありますさらに2014年に初公開されたこの遅きに失した規制の行為は2020年から始まる世界的な前例のない通貨増刷の加速を反映して金銀が急速に上昇している局面で実施皮肉にも健全な貨幣である 金の重要性を証明してしててままっていますすでに現物の金銀など市場には物がなくこの措置により解き放された満たされない需要を解消するためには大幅な価格上昇なしには現物の金銀をかき集めペーパーから移行することができないおそらく FSB 金融安定理事会の規制当局はこのことを知っているでしょう もし知っているのであればこれは全ての商品市場を意図的にリセットしようとしているとしか考えられません銀行の汚職特に貴金属市場での汚職は蔓延しており大手銀行は定期的に罰金を科せられていますしかし罰金は銀行ビジネスを行う上でのコストとしか考えられておらずこれらの市場を操作しスプーフィング偽装し続けています これらは規制当局が取り組むべきシステミックリスクです。これは個別の金融機関の行為が金融システム全体に波及するリスクのことを言います。しかし FSB 金融安定理事会がこのような行為を抑制するためにペーパーマーケットを閉鎖すると考えるのは彼らは利他のために民衆のために行うという感動的な思い込みかもしれません。 もう一つの有力な説はさらに広域な金融リセットです BIS 国際決済銀行は中央銀行のボスとしてデジタル通貨に関する研究を調整していますがこれが採用されれば商業銀行は切り捨てられます理論的には中央銀行がより効果的に景気刺激策を講じることができるようになり 銀行信用の不安定なななサイクルをなくすことができるようになります。最終的な目的は商業銀行を金融システムから完全に降格させさらには排除することでありその意味では規制によってデリバティブ市場を閉鎖することにも意味が出てくるわけですこの先は金のデリバティブ市場を定量化しているデータや中央銀行が売り ショートにより金を売ることで俯瞰紙幣の通貨特に米ドルに対する市場の信頼を高めようとほぼ間違いなくショートを持っているであろうこと唯一の例外は市場に売却した金をリースしている中央銀行が金が戻ってこない場合の価格変動リスクをヘッジする場合であろうことこれにより約 1>, 1万1300トンのペーパーゴールドが市場から取り除かれることになりますそして中央銀行がリースしていた金の量は1万から1万6千トンでありその上限は当時の世界の中央銀行の金準備の約半分であると結論付けている件リースされた金塊はもうないであろう件 その状況証拠として、ドイツが自国の金塊の確認検査を求めたとき、きっぱりと拒否され、その後、部分的に本国相関のプロセスの開始が決定され、一連の会議の後、ドイツの金は7年間で300トンしか返還されないことを合意。オランダもニューヨークから122.5トンの金塊の相関を求め、それを手に入れ、また、 オーストリアはロンドンにあった金塊の一部を本国に戻すよう手配しましたこれらの相関の中には国民の要求を受けて行われたものもありますがそれだけで送還のきっかけとなるほど重要なものではありませんでしたしかしこれらの動きは相当量の金が貸し出しされていることや 国の金のストックを本国に持ち帰った中央銀行が自国の領土で確保した方が良いと判断していることと一致していることなどがあります仮想通貨の下落の真の原因はリバースレポなのかそして BISFSB が仕掛けるのか世界を揺るがす金融リセットについてでしたゴールドマネーさんはあくまでも貴金属口座管理を行う企業のサイトです 公的機関ではありませんので差し引いて考えておりますがこれを書いたアルスダー・マクラウドさんはロンドンの著名人でロンドン証券取引所の40年にわたる会員でもありまして信頼度の高い人物と考えています明日24日ロイヤルミントから日本時間午後5時英国時間朝9時にミュージックレジェンドのコインが発売と連絡が入りましたご興味のある方は ロイヤルミントのホームページ明日日本時間午後5時に見てみてください最終のご判断は自己責任となりますがよろしくお願いします今回も長い時間最後までお付き合いいただきましてありがとうございました